こんばんは、勝則明です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まずウインナー4本を食べやすい大きさに切って炒めます。このウインナー最初に小さい方のフライパンで炒めて油を出しています。でその油で目玉焼きを焼いていますの で、はい、で油を十分引いたらウインナーはこの中に入れて、で卵ですね、卵焼きを LL です。 LL の卵3個分です。LL の卵3個分をフライパンに注いで焼いていきます。はい、ある程度火が通ったら返していくんですが、ちょっとまだですね。では白ご飯、白ご飯ですね。白ご飯でキャベツとサニー、あ、キュウリとサニーレタスのサラダです。キュウリ、サニーレタスサラダ、野菜サラダ、キュウリサラダ、サニーレタスサラダ、キュウリレタス、キュウリサラダですね。レタス、キュウリサラダにしましょう。はい、ある程度卵が固まったので巻いていきます。LL 参加料でかいですね。食べ応えのあるやつです。で、卵を溶いた鍋に入れて残ってる卵液を絡めて全部余すとこなく使います。卵焼きです。卵焼き完成です。ウインナー炒めです。ウインナー炒め完成です。ウインナー炒めです。で、肝心の体重ですね、測っていきましょう。体重 55.9、 体重 55.9、 体脂肪率 9.8、 基礎代謝 1356、 内臓脂肪レベル1、筋肉量 47.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 測ります。確かめ段ですね。体重 56.1、 体脂肪率 10.1。 はい、以上です。で、最後目玉焼きですね。お、ええ感じと言うべきか、半熟でちょっとまだおかずにするにはどうかと言うべきか、まあ、目玉焼きだけ食べるならね、すごく僕の好みの
硬さなんですが、問題はこれをこの目玉焼きをおかずにするときですね。おかずにするなら片焼きの方がご飯食べやすいんですよね。はい、まあいいです。こんな感じで今日は終わります。不完全行為ですね。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。失礼します。